有田川町鉄道交流館、有田川町鉄道公園は、和歌山県有田郡有田川町徳田にある鉄道公園である。有田鉄道を末永く、後世に伝えることを主な目的の一つとし、同鉄道の廃線後に整備計画が立案され、町有地となった旧金谷口駅構内を整備し、2010年3月20日に開園した。 元駅構内部休暇な矢口駅をそのまま利用したもので駅舎、ホームと車庫及び鉄道交流館周辺両社を結ぶ約500メートルの線路が保存されている。工述する展示車両の動体保存運転ではこの線路が使用されている。基本的には非公開区域であるが有料体験乗社会実施日には同会参加者のプラットフォーム立ち入りが許可されることがある。 軌道は東高園開園に伴い新たに整備した。鉄道交流館定休日は木曜日。有田鉄道や沿線地域をイメージした鉄道模型、ジオラマが2台展示されているほか、かつての有田鉄道の写真などが展示されている。入館は有料。また、うち1台では実際に来館者が模型車両を動かすことができる。芝生広場元有田鉄道バス駐車場を 町が取得し整備した広場、常時開放来場者用駐車場園内に来場者用の駐車場を設置。キハ5万8 0 0同社車内有田鉄道に在籍した車両と沿線で保存されていた蒸気機関車が展示されている。旧有田鉄道在籍車両の詳細については、有田鉄道線在籍した車両の項目を参照。展示車両の整備については、開園前より、 有田川町の要請を受け組織された道庁もしくは周辺に在住の JR 西日本社員 OB 及び元有田鉄道社員た有志による有田川町鉄道保存会がボランティアで行っている。キハ5万8003有田鉄道からの上渡車で富士急行からの移籍車。有田鉄道廃線後長年の風雨にさらされ車体損傷が激しいことから 開園に先立ち再塗装と損傷を整備した。開園当初は展示と園内の線路をデモンストレーション運行のみ行っていたが、後に土休術を中心に不定期で有料体験場社会を開始する。2011年4月4日、社内で映画オールウェイズ3丁目の夕日64の撮影が行われた。 2016年11月27日に発生したディーゼルエンジン故障のため2018年現在は自走することができない。このため移動は自走可能な他の動力車による牽引となる。ハイモ180から101有田鉄道からの譲渡車で、タルミ鉄道からの移籍車。有田鉄道線廃止時まで使用された。キハ58003同様に開園にされ 車両故障のため自走できないが、後日の保線作業用、モーターカーで牽引して、有料体験場社会を行っている。保線作業用、モーターカー、有田鉄道からの譲渡車で、JR 西日本和歌山支社新宮鉄道部からの移籍車。車体色は、有田鉄道当時の青、黄色塗りから、黄色一色に変更。なお、新宮鉄道部在籍中は青色一色塗りであった。 蒸気2両の保存車両が共に自走不可能な現状で唯一の自走可能車両となっている D5110851944 年製造の日本車両製造制の蒸気機関車旧機備長が日本国有鉄道から対応を受け1977年より藤並駅裏に生体保存されていたが2010年2月13日深夜から14日に家計設した 現所有者は JR 西日本。管理者は有田川町。奇襲鉄道汽鉄1985年製造の富士重工業製の二軸機動車。北条鉄道が転換時に準備した車両2000年に奇襲鉄道が譲り受けしたもので、2015年1月に元しがらき高原鉄道 SKR301 に置き換えられて、 廃車となったものを2017年3月に移設して、胴体保存している。2017年3月14日深夜から15日にかけて、奇襲鉄道季語貿易港内から東園へと陸送、搬入された。D51-827-2017 年4月18日に、搬入。同公園展示運転船本線上に設置され、あちは株式会社の手により、 圧縮空気駆動により運転を目指して整備、組み立て作業が行われた。2017年7月23日より不定期で有料乗車体験会を開始。同7月28日より不定期で有料機関車運転体験会を開始。2020年11月に、直江津駅に移設し有田川町鉄道公園からはいなくなる予定。 和布 29,603D51827 有料乗車体験会における参加者、乗車車両として、同社に続いて、あちハ株式会社の手により搬入。口術のふるさと鉄道保存協会所有与6,114と連結して使用。以前は建築家、清家清氏が自宅で保存していた。2020年10月3日、4日にラストランを行い。 有田川町鉄道公園からはいなくなる予定。DB107 玄三菱石油水島専用線、所有者。都市玄神原鉄道の木造貨車。よろく千百十四玄国鉄所有の車掌車。公園開設後の搬出車用。編集は十二玄神原鉄道の木造貨車。2013年より、栃木県茂岡市の SL96 館に移された。 都12元カンバラ鉄道の木造貨車。2013年より、栃木県那須から須山市、中川清流鉄道保存会に移された。キハ605奇襲鉄道より譲渡された機動車。2014年12月17日に株式会社、JR 貨物、北陸ロジスティックスに譲渡された。ありがとうございます。